皆さんこんにちは。佐賀のお山時間です。はい、はい、無理だやっぱり無理だ。しっかりやろうと思って無理だ俺には。緩い感じでいきましょう。そうですね。今日の話題何でしたっけ。今日はですね、あの幻の果実ポポって知ってますか皆さん。ポポ、ポポ知らない、聞いたことないですね。これね、すごい果実らしくてですね、うん、その味はですね、バナナとリンゴとマンゴーを割る3した味がするそうなんですよ、うん、すごくないですか。このポポーというのを生産している方が富士町の方におられまして、はあはあ、今日はうーちゃんが突撃取材をしてきたという形になりますね。はい、はい、では、ポポーの生産者の方にインタビューした模様をご覧ください。どうぞ。ポッポポ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 ポ。懐かしいね、うーちゃん。懐かしいですね。知ってた。いや、知らなくて、さっき知りました。そうだよね、ごめんなさい。いや、急になんでこんな歌を歌ったかと言いますと、初めて聞くもん。初めて聞きましたね。なんやろ、かわいいですね。いや、かわいいよね、かわいい果物なのかな。じゃあ早速ちょっとね、あの農家さんのところにちょっと生産者の方のところに行ってみましょうかね。はい、じゃあ出発。パーツ。こんにちは、うかいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は夢見るポポリン代表吉村麻里さんにお話をお伺いしました。ポポリンアイスをいただきました。わあ、すげえ、めっちゃ可愛い。可愛いキャラクターもポポリンちゃんいます。あ、うまっ。これ本当なんかやっぱバナナと、うん、やっぱなんかバナナって感じもするけども、やっぱマンゴーっぽい。あ、おいしい。これめちゃくちゃうまいじゃないですか。早速ポポの畑にお邪魔してきました。明治時代に輸入された果実ポポはその後多くの家庭で庭木として植えられ親しまれていました。戦後間もない頃は大切な食料として食べられていた時期もあります。しかしポポー自体が時代遅れの果実として姿を消した今、あの懐かしい味を再び楽しみたい、そしてできれば地元富士町の特産品に育てたいと仲間を募って、その栽培商品化を目指してできたグループがこの夢見るポポリンです。大丈夫ですか。はい、行きます。結構背高いですね。これで、わあ、でこんな感じで出てくるんです。あ、わかんないでしょ。こんな感じで出てきてるから、もう確かに同じ。ちゃうんです。ここまで行けばなんかあ違うかなと。だからなんか切らないようにもう生えてるやつをこんな感じで印を。ああ、なるほど、しとかないと。そう、ほんとこういう感じでピュンって出てくる。きっかけって何だったんですか。そのここを始めた。ただそのさっき言った、うん、うちの人と話してて、そう、じゃあポポの実育てて一回食べてごらんよっていうのから始まったので、たくさんなったから慌ててどうしようってなって、それからのこれぐらい24、25年ぐらい。さっきあの庭に、うん、あれが第一号。あ、そうなんですね。で、2本あったから1本取ってこっちに1本って植えたんですよ。それが女になっちゃったんです。北アメリカ原産で、で厚さはまあどのぐらいなんでしょうね。まあ、これが枯れたということがまだ今までどんなにあの雨が降らなくても枯れたということはなくて、で寒いのはなんかマイナス30度ぐらいまで結構大丈夫なんですね。その実は見た目はなんかジャガイモみたいな、緑色のジャガイモみたいなんですけど、中が黄色で、で味はマンゴーとバナナを足して2で割ったような。不思議な食べ物ですね。そうなんです。一つ一つが大きな実になります。これがなるんですね。なるべくもう自然のままで育てたいので、うちは肥料もやらずに、もうこう草を、刈った草を根元にやるぐらいの。じゃあ本当もう自然の中に、自然の中まんま育てる。まんまです。
何にもしなくて大丈夫なんですよ。富士町で作ったものはポポリンって作って、うん、みんなでこう一体感出して、そうそう、だからそれにいくらくださいっていうのはもう言わないんですけど、もうとにかくそれでみんな楽しみながら、うん、広めて、そうそうなるほど。ちょっとマニアックな遊び、マニアックな遊び、遊びすごい遊びですね。だいたい日持ちがしないんですよ。日持ちがしなくて5日ぐらいでもう食べられなくなっちゃうんで、もうどん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 もう最終的には真っ黒になっちゃう、緑色のがブヨブヨして真っ黒になっちゃって、でも本当はそのぐらいが一番甘いんですけど、もう売りに出すにはもうあまりにも汚くて。なるほどね。最終的には本当育て方がそんなに大変でなくて、本当そのね、普通に置いてたらまあなるぐらいな、まあ、いろいろあるんでしょうけど、それがなってすぐ食べれるんやと、これめちゃくちゃいいですよね。昔日本全国っていうか一回ブームになったんですよね。昔の人は好みの味じゃなかったみたいです。うーん、トロピカルな感じが、なんか日本人の好みって牡蠣とか桃とか、あんまりこうグイグイ食う感じじゃないやつがいいんです。昔の人は見たいですね。昔の人かわいそうですね。これ美味しくないって言ったらね。私はね、花言葉もだって健康でしょ、だって知らなかった。すごい健康教えたね。はい、教えました。ポップの生産者に僕教えましたよ。すごい健康、健康らしいです、花言葉が。はい、ちょっとはね、ホームページに追加しておきます。やった、新情報。ありました。これなんか汚いでしょ。これはもう売れちゃってるやつだから。こんな感じでした。メイクインみたい、メイクインみたい。でしょ、これないでしょ。なんか可愛くない。このキャラクターめっちゃ可愛いのに、これ可愛くないもん。なんか焼き芋とかそういう感じ。緑が、緑で。見た目がね、いちごみたいに可愛かったらいいんだけど。じゃあね、初めて撮る人はなかなか撮らない。撮らないですね。美味しさを知ってる人が撮る色だと。でもやっぱり結婚もそうじゃないですか、中身気にじゃないですか。中身は一見見ただけじゃわからないから。そうだから、いつかやっぱこういう外見、外見からやっぱ偏見はダメですよ。外見から入ってダメ。お店に出すときは、若干若い子を出す。若い子の方が結局若い子がいいんだよ。30超えたら女性ダメって全然なんか周りを言うじゃないですか。いや30からだよとか言うんですけど、他の人からするとそう言いながら結婚するとなぜか分からない。結局なんか言ってることと言ってることも違うじゃないか。言ってポポの話でしたよね。ポポの話から人生の話、人生の話になっちゃった。これ1個ですごい幅が広い。じゃあ振られたらぜひあのおごちそうします。ああ、ありがとうございます。もうお支払いは絶対にいたしますので。いや、すみません、ありがとうございます。いや、今日楽しかったですね。ありがとうございます。のんびりのんびりと、本当すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。またちょっとお邪魔させていただいて、もう普通に楽にちょっとおさせていただいて。もういよいよ今回もぜひ生ポポをその場でこう収穫したのを食べてください。すごい、おいしそう。いや、ほんまにちょっと楽しみです。本当ありがとうございます。本当は今日もお邪魔しました。ありがとうございます。すみません。幻のフルーツポポ、これから実がなっていくのが楽しみです。はい、ということでございました。はい、ゆうちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、初めてのポポ。いやー、なんか結構木も可愛くて、ね、そんなに手入れも簡単というか、うん、ほぼ何もしないでも育つというかね、うん、すごく簡単で、なんか家庭、やっぱ家庭でもこうたくさん植えられてたみたいな昔過去があったりとかするぐらい、やっぱ育てやすい、そうですね、果実ということで、うんうん、でも残念ながらね、今回はまだ収穫が秋口ぐらいからなので、うん、はい、まだちょっとね、実はなってなかったですけども、はい、まあ、ちっちゃい実だけね、ちっちゃい、はい、まだまだ収穫までにはこれから、うんうん、いや、ちょっとね、ちょこちょこ、行きたいなと思うんですが、はい、生産者の吉村さん、吉村さんのご好意で、はい、いただきました。こちらです。すごい、はい、今ちょっととりあえず商品にしているものが今キャンディ、キャンディと、キャンディと、先ほど VTR でもいただいてたアイスと、うん、の2種類、2種類これもいただいてきましたよね。はい、すごい、なんかやっぱりさっきも話してましたけど、メイクインみたいな形してる、うん、そうです ね、なんか緑色が
やっぱ熟すとこの茶色っぽくなってじゃがいもみたいな、うん、でもそこの状態が一番美味しい、美味しいって、せっかくやからもうほんと物本をちょっと食べてみたいなと、うん、じゃあ早速ちょっと来ていきましょう。はい、はい、行きましょう。ふーちゃん、なんかすごいねこれね。すごいですね、すごい、うん、トロピカルな香りが、あ、する、うん、トロピカル、あ、ほんまやわ、なんかマンゴーっぽいですね。うん、匂いマンゴーっぽいね、うんうん、しかもやっぱ色もさ、ちょっとマンゴーっぽいよね、うん、うん、あ、すごい綺麗、こうマンゴーみたいな感じするね、はい、へえ、食べてみましょう、はい、へえ、すげえ、結構綺麗ですよね、中の色が、いや、めっちゃ綺麗、ほんまになんかマンゴー、マンゴーの色する、はい、甘い、そう、美味しい、あ、なんか不思議、あ、あ、うまっ、なんかいろんな味しますね。うん、いろんな味がする、うん、ラフランスに近いような、まあ、甘子ラフランス、ラフランス食ったことないんだけど、うん、またちょっと違うやん、これもポポよね、これもポポ、あれ違う、うまい、ジュレ美味しいですね、うん、ジュレうまいな、あ、ちょっとローズメインサイダー、いただきます。あ、今袋の上から嗅いだら匂いかかない、匂いわかんない、あ、まあもうちょっとわかんな、うん、うまい、ポポのキャンディー美味しい。やっぱまたこれ ポポってやっぱ不思議よね、うん、全部で味が違うもの、加工するね、ものによって変わる、うん、全然違うわ、うん、いや不思議なフルーツやわ、うん、今日ありがとうございます。これもポポリンキャンディーとかもあれなんですよね、多分道の駅で購入できますし、でソフトクリームも道の駅、はい、そよ風か、強風館と、あとどこだっけな、ダムの駅、あ、ダムの駅、はい、と、た箇所かな、教えていただいたの売ってますので、ぜひお買い求めいただければと思います、はい、で、ポポがまた実がなる頃に、うんうん、僕たちもちょっとお邪魔して、せっかくなんで収穫をちょっとお手伝い、はい、収穫っていう収穫じゃないのかもしれないけども、うん、お手伝いさせていただいてね、はい、できたらいいと思います。でも本当すげえ美味しいから、ちょっと皆さんに食べてもらいたいので、もしあのポポ興味あるよっていう方は、ポポリンさんの、はい、ポポリンさんの Facebook ございます、はい、まだリンク貼っておきますので、そちらを見ていただければと思います。できていく過程が見れるから楽しいと思いますよ、ということでございまして、うーちゃん今日は本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、よくぞ取材していただきました、ありがとうございました。また、今後とも情報を発信しますので皆さんお楽しみに。それではまた、また。